通販か。ワードチェックし、わ、通販といえばさ、じゃあ君らマジさ、頼むわ。12周年グッズあったやん、ブースの。あれ、受注販売ね。商品ページ見てな。11月中旬以降発送だからね。マジで問い合わせがエグすぎる。すいません、これ。1ヶ月以上待っているんですが、商品が届きません。詐欺ですか？みたいな。マジで貸すほど来てる。マジで見て、ちゃんと。詐欺ですかって言われるこっちの身になって。ちょっと心に来る。だって俺も来すぎてさ、あれに書いたもん。ページの一番上？ブースの。このブースのページあるやん。で、このメッセージ メッセージを送るこの手紙のマークの上にさ、めちゃくちゃ親切に追加したにもかかわらず来る。もうどうなっとる？この世界。もうどうしようもないね。これはね。見て。これがさ、メッセージなのよ。ここに書いたの。ここに書いた。これ押す前にここ見れる。そう、そういう人は見ないし、この配信も見てないから意味ないんだけど、一応ね、マジで申し訳ないけど一件一件返事できんわ。本当に申し訳ないけど。11月の中旬以降です。うん。届くの。よろしくね。まあ、でも本当に、インターネッツ。9月20日に注文した商品は届いてないんです。どうすればいいですか？返事もないんですか？詐欺ですか？ 来るわ、心。まあね、受注販売とかね、慣れてない人いますからね、やっぱり。グッズ初めて買うわーって人はね、わかんないですからね。もはやラッタから返事が欲しいだけ。まあこういうのは、送るのは俺じゃないから。そこら辺やってくれてる人いるから。たまに金持ちの坊ちゃんみたいな発言するの笑う。執事。あとはやっておきなさい。黒磯。あとはやっておきなさい。ここで黒磯が出てくるあたり年代を感じる。愛ちゃんやんけ。